笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようや。どう、あ、わかった。どうぞ。どっきときよ。せーの。どーれ。なに今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。はいはい、始まりましたよ、水曜日。うん、うん、夜6時、はい、フリモンラジオ。足が、暑そうや。おみ、どうしてたの先週は。先週、うん、あの、うん、風邪と熱中症、合併症だよ。合併ちぶらはぎ通せ。あれ、はじかすんな、うんことぬてね。おみ、丸場になるから。うん、あそこと、うん、やしが先週もうんことし先方形だったのか。そうだよ。はっしー、よく耐えられるね、あんたたちね。かわいそうね。期待方違う。レジャーさんね。はいはい、今週も始まりました。はい、ホリモンラジオ。はい、アイセイリンタロウ、ウルマーリンの MC も見えに行った。忘れそうだ。はい、はい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 、ズーさん、本日もですね、なんとズーさん、FM ギノワンずっと公開放送中です。イエーイ。ま、すいません、うるさい人強制退場となりますので気をつけてください。ひふみ、誰とは言わんけど、ね、誰とは言わんけど指さす、指さす、強制退場になるよ、指さす。はい、今夜もよろしく、ホワイティーニー石原でーす。はい、はいはい、普通にミキサーのエコザイルです。お、はい、渋い、シンプル、うん、渋い。で、今日、うん、イケペは、うん、また、うん、若い子探しに行っていないです。あれ、あれ、このうち勝ち目ちょっと年齢下がってるんで、ちょっと形質には言えない状態まで。はい、以上です。これ以上言えません。あ、コステさんは、あ、うん、今日もストーカーしに来ました。これも詳細はケースに言えません。二人どっちが最初に、そろそろ新聞乗るかね。ね、エコさんとどっちがね、先にね。やあれ、いや、俺は乗らんよ。イケベと骨折、どっちが乗るか。あ、じゃこれディンタロウがお昼読むわけよ、ニュースで。気付けのあるよ。怖いな。で、その代わりに今日はちゃんと、うん、素敵なゲストさん来ていますので、うん、もう初っ端から入れちゃいました。うん、で、自己紹介お願いします。はい、シンガーソングライターの春水です。よろしくお願いします。はいはいはい、イケメン。お願いします。イケメン。今日は遅刻しない。はい、今日はもうバッチリですよ。はい、何回目か。はい、遅刻ですか。遅刻遅刻。じゃあ払うよ。出演よ。あれは三回、四回目ぐらいじゃないですか。あっち地元でもあれしてたの。うん、あ、そうか、5回目。あっ、準レギュラーさん、準レギュラーさん、ありがとうございます。いありがとうございます。嬉しいっす、めっちゃ。気をつけないと彼遅刻する。はいはい、気をつけ、大丈夫、今日ちゃんと電話したから。あ、電話、はい、ありがとうございます。いえいえ、電話しなかったら遅刻来る。危なかったっす、危なかったっす。さっき、さっきほんのり怒ってるよ、あれ。お前、ニービチ道具も食べ過ぎ。はい、もうそろそろ進めて。進めよう、ね、お願い。はいはい、オープニングはお送りいただいたメッセージというわけで、今夜のフリマメッセージは、お父さんごめんねです。父の日を前にね、ありがとうよ、ありがとうもいいけど、謝りたいことも ね、いっぱいあると思う。うん、わかるわかる。面白いですね、うん、お父さんごめんねーね。そうで、16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナーですが、なんと今週は特別に週3個さんがいらっしゃいます。素敵なお答えがいただけるの、はい、初だよ、初、初出演、はい、しゃべり、うん、で、もうゲストを迎えてのひとときはもうずっとです。そして40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。で、メールアドレスは moon@fmginowan.com、 moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。
FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待っています。この番組は中川名木流会企画、闘牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、南栄開発株式会社、フリムーンファミリーの提供でお送りします。あとモーミーさん、そちらを可愛くよろしく。じゃあ、はい、サイマル放送もやってます。ディスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンで お聞きの方は FM ギノワンホームページも再生ボタンがあります。完全に放送を同じ放送をお楽しみいただけます。ところがどっこい、スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、FM ギノワンを選曲してくださいね。はい、以上。はい、それで一旦 CM です。かわいい。よっしゃ、月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムーンラジオに夢中です。フリムーンラジオ、はいはい、ついた頭にミンタマ、わかる？何言ってるか。わかんないです。後から説明しようね。お願いします。はいはい、お父さんごめんなさいということで、なんかある？先生は。お父さんごめんなさいですか。いやね、定職についてないじゃないですか、僕ミュージシャンなので、ごめんなさいって感じですかね。もうすでに真面目だな。すでにごめんなさい。真面目だな。ずっとすみませんでした。ここにいる自体ごめんなさいだね。真面目だな。マジですか。いや、そんなことないと思いますけどね。喜んでくれるじゃないですか。はいはいはい、じゃあメール行こうか。じゃあ、あるね。あるよ、はい、行っちゃうよ。お父さんごめんね。こんばんは、フリムーンメンバーの皆さん、ゲストの俊水さん、リスナーの皆様、兵庫のシーサイの目ミーさんです。あ、ミーさん、はい。今日のテーマ、お父さんごめんねですね。私のおとんは3年前に亡くなってしまったんですが、謝りたいこといっぱいあります。よく偉そうにしていじめていました。おとんはタイの人に似ていました。だからあだ名はタイの人でした。よくバンコクへ帰るよって言うてました。別にタイの国を差別しているわけではないですよ。おとんのせいで私は子供の頃、ベトナムの子供とよく間違われました。おとんは神戸で生まれたのに、やっぱりタイの人のようなのでした。何が言いたいか自分でよくわからなくなってきました。でもおとんは最高に面白い人でした。おとんごめんな、偉そうにしてきついこといっぱい言ってごめんなと心から言いたいミーさんなのでした。ではでは、変なメールになってしまってごめんなさい。またメール出します。皆さん、お父さんがおられる方はお父さんを大事にしてあげてくださいね。まったよーんって。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。タイの人って、あれ、うちなんちゅうもタイの人はいっぱいいるよ。やいるね。タイかよ。なんか南米系の人とかいるわけよ。特に八重山さん、アッサビはちょっと名前をみんなソームプランチャイとかよ、タイ人の名前とか、こんなのあだ名つけられてる人いっぱいいるわけよ。名前がタイの人でさ、でもあれだね、シスなんか普通に、はい、もう日本人に見られるけど、自分も普通に見られる日本人に。まあね、
ところがどっこい、あのスーパー強ポンっているけどよ、あれはもうブラジルとか、あれブラジルにでも普通でよや濃いよね、あれ、うん、あれデイジロ、あれあのほらジャンジャン先生が来たじゃん、ジャンジャン先生はクォーターだって言ってた、4分の1向こうの字が入ってる、それよりも濃かったからあれこれ本物のあれはいはい、はいの人、はいはい、わかりました、はい、うん、ありがとうございます。で、うん、はい、次もいる、これ行こうね、ないよ、はいはい、泉さんの特急サザンです。昔話で父親が大変にしていた、あ、大切にしていたヘリコプターの、これ何なんて読む、模型、あ模型を、模型を触っていて、壊してしまい、当時家で飼っていた猫の誠意にしました。よくできました、よくできました、あらんどなひやんど、すごい、今でも自分が壊したことを言ってません、うん、でもここで言います、うん、模型壊してしまってごめんなさい、父親ラジオなんか聞いて いるはずがありませんねってあ、じゃあもみ後で電話してあげて本当だ、電話してお父さんに代わってって、うんうん、そうだ暴露してあげてください模型のヘリコプターマヤのせいでしたっけなで、じゃあさ、猫やりそうだからね、そうやるさ、すぐで、モーミーがいたらさらにモーミーがやりそうだからモーミーやばいな、すごいや、マヤあやさ、インゴアとかマヤいたら後ろ、うん、あの後ろやるから、上等さ後ろやるって分かる、分かるんです、だから猫のせいとかで、あ、猫のせいとか後ろってわけさ、せいにするっていうの、うん、あー、そうね、うん、はいはいはい、分かりました。足が、あの、またお家で弟食べてる時よ、魚食べてる時さ、うん、足、弟トイレ行ってるけど、前が全部打ち込んだけど、前が後ろやってよ逆もあるもん、逆もある、嫌な、いや、すごいですよ、でも猫そんな食べんの、あ、食べるよ、あ、持っていくわ、持っていきますね、持っていくわ、持っていくんだ、持っていく、あの手のり文鳥も持っていきよってよ、文鳥じゃない、あれインコか、うん、インコも目の前にいるの、スッポンッと飛ぶから野良猫が、もみ、あの、ツイキャスサザンさんがやめてって言わないでって言うはいはいはい、サザンさん、でもサザンさんは今一人暮らしだよや、うん、一人暮らしであるから、そういうこと、うん、だからもう猫いないからね、うん、早いね大丈夫だと、ね、みーさんからね、先週のテーマのね、お菓子でちょっと来てるんだけど、もう呼んじゃうね、うん、うん、さて、テーマお菓子、うちに必ず常備してるお菓子はバームクーヘンです。普通にスーパーで売っているバームクーヘンですが、10個入りくらいのやつです。時々有名なバームクーヘンも食べますが、あれは幸せな気分になります。家にバームクーヘンがないと寂しいです。どうですか、私みたいな人いてるんとちゃいますかって、やっぱりバームですよねそれではまたメール出します、皆さん待ってやって。先週のテーマがお菓子だったから、あら、毎日食べてるのか、10個ぐらいあるって言ったら、一応常備してあるんじゃない、すごいな、なんかないと不安になるんじゃない、逆にみーさん、みーさん頑張って、バームクーヘンあるから多分飽きないか、誰かが食べてないうちは大丈夫みーさん一人暮らしね、みーさん家族いるじゃん、家族いる、嫁って書いてんじゃん、あ、嫁ちょっと待って、兵庫の嫁って書いてあるさ、うん、みーさん、シーサーの嫁、みーさんです、みーさんって女の人だそうよ、あ、やんば、はい、うん、嫁って書いてあるのに、嫁なわけないだろ、うん、あっしゃびや、女辺に家って書いてるから多分女の人向こうではないよ嫁だよ、向こうじゃない、嫁、向こうじゃないよ、もみ漢字読めるよね、あ、読めるよ、みんな、嫁と向こうは大丈夫よね、ねえ、大丈夫よ、あ、嫁って書いてありましたわ、役所で妻に麦って書いたのに、あ、詰まって書くと麦に勝ちで、麦、麦ですよ、リオあっしゃびや、だったら何に言っちゃって、やらのに、やのせい、逆切れやじゃね、立ち悪いな、じゃあちょっと早いけど一旦 CM 行きましょうか、はいはいはい、はい、
皆さん、あら、あら、ちょっと、ま、もしかして、あれ何を、ハイブル姉さん、何をによく似てらっしゃるんだけど、何を、違うわ、 あなたは、違うわ、あなたは、どなた、シュウさん姉さんよ。あら、シュウさん姉さん、シュウさん姉さん、シュウさん、シュウさん姉さんよ。シュウさんといえば、なんかどこかで聞いたことあるわ。気にしないで。あ、そんなこと気にしないで。うん、気にしないで、大丈夫。シュウさん姉さんはどこから来たのかしら。ちなみに私はサンフランシスコよ。あらわざわざ朝一よ。あ、ごめんなさい、なんか明日の朝帰るわ。あ、そうなの。そうなのよ。 すごいな。沖縄で何かお楽しみになることはないのかしら。もちろん今日の夜、うん、ここの男どもつまみ食いするわ。姉さんだいぶ個性的が好きなのね。なんかこの当たり前じゃない。だいぶ大変だけど。大変な夜になるわ。本当だわ。あ、姉さん、じゃあ早速いいかしら。もちろんよ、うん、あ、かっこハイバル姉さんなら白子姉さんとして読んでね。白子として読むわよ。シュウさん姉さん、おひっさ、シロボニーヤンです。あ、シロボニーヤンね。何、今日のゲストはシュウさんです。今日ママです。ママだよ、うん、最近 CD 制作やライブやらで忙しく、サッピーラジオもあやふくすっぽかす勢いだから、なかなかシュウさんは行かないはずね。だからといってハイブル姉ちゃんが協力しなくてもいいですよ。 CD の発売日まではそっとしておいてあげて。なかなかシュウさんは中山春水にかぶらせたの、気がついた。では番組最後までちばってね。ありがとう。なかなかシュウさんと中山春水にかぶらせたの、気がついた。どうかしら姉さん。まあそこはノーコメントでいくわ。ごめんなさいね。あ、そう、 なかなかね、シュウさんね、ちなみに私は今日の朝バッチリ行ったわ、うんうん、あ、そうよ、そうなの、うん、そうなの。シュウさん姉さんもやはかな、今日今朝ちょっと時間があったから。そうだね、やっぱシュウさん姉さんっていうぐらいだから、もちろんそうよ。あ、うん、もうバッチリ、あら、もうすっきりしたわ。あら、そうよ、仕事前に。ちょっと、え、仕事前、当たり前よ。仕事前よ、うん。姉さん、時間はもう関係なしなのね。もう時間は、うん、もう気が向いたら、うん、そうね。昼だろうが、昼だろうが、夜だろうが、あ、明け方、明け方だろうが、もう場所もどこでもいいのかしら。どこでもいいわ。コンビニのトイレでもいいわ。ちょっと待って。姉さん、ちょっとそこはダメよ。本当にコンビニだけはやめて。分かったわ、気をつけるわ、うんうん、捕まっちゃう、本当に捕まっちゃう。骨折ないのに先に捕まっちゃう。じゃあ姉さん、次何、次の予定とかどうなのかしら。あ、次の予定っていうと、そのどういう予定なのかしら。まあ、まあ、そこは姉さん解釈してよ。白子言えない。次の予定、次の予定は分からないわね。本当にもうどうしようかしら。本当もう分かんないわ。じゃあ姉さん、また次も来てくれるかな。これいいと思って言った方がいいわけ。姉さんやりに、いいと思う。 ありがとうございます。ハイタイ、ビューティーのテルキナタケミです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はい、さーい、ビューティーの日笠俊です。友人のブラック日柄さんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やめつきになるぜ。聞いてるか、おいイケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。はいはい、
あ、初の、うん、シュンさんちゃん、うん、シュンさん姉さんがだからね、うん、サンフランシスコから来たんですね。そうそうそう、もう明日帰っちゃう。ねえ、明日帰るで、うん、忙しいっすね、ほんとね、うん、大変っすね、名前エコな投資がわおわお私、一回ハイバルネーションとコラボさせないとダメだね。ほんとだね、なかなかいい感じだったから。あー、すごいよ、ね、今日シュウさん姉さん、ヨナバル姉さんってやらないところがいいね。はいはいはい、わかりました、うん、はい、じゃあメール行くよ。はい、はい、ウリモンメンバーの皆様、名古屋チームの皆さん、こんばんは。大阪から沖縄にワンチュールです。はい、さて今日のテーマらしく、早速お父さんにメッセージ送ります。多分聞いてないけどって。お父さん、47年間いまだに独身でごめんなさい。結婚意識はあるけれど、彼女の一人すら作ってなく、仕事に明け暮れてばっかりです。こんな一人ぼっちな私を見守ってください。まあ私の職場はほとんど男性ばっかりで、女性は既婚者が多いこともあり、出会いの場がありません。どうにかならないと思うこの頃ですっていうことで、沖縄にワンチュール47年間、これ終わったやって一緒売ってんば、うん、同級生かよワンと。あ、そういうことなる。やっさ、ワンと、あ、すごいね、あこささんと。あ、ワンチュールさんはもう、うん、もう一回は離婚してるから、今度また新しいの探さんといけないと思ってるけどさ、うん、一回一緒に探しましょうね、沖縄で。おばあでもいいかね。どんだけおばあを紹介するわけ。おばあラッパーズのターミー、ターミー姉さんよ。元気だからね、あ、うん、大丈夫よ、うん、まだ作れるよ、うん、何をよ。分かんないや。やめてもう。すごいね、ターミーさんに無茶させないで。はいはい、じゃあ、うん、はい、いきますよ、うん、はい、はい、フリムーンの皆様、こんばんはーって。こんばんは、はい、こんばんは。昨日沖縄から帰ってきて、うん、もうロスってる、うん、北海道のじゅんちゃんです。じゅんちゃん、もう沖縄ロス入ってるって。あ、早いな。あと、お父さんごめんなさい、うん、高校生の頃、うん、お父さんのタバコ盗んだのは私です。姉ではありません。同じく高校生の時、放課後に飲むつもりで、うん、ジャイアントビールを学校に持って行き、先生に見つかり、停学。あきさんよ。で、先生の呼び出しにも、仕事忙しい中行ってくれましたね、うん、ごめんなさいって。そのおかげか今は、うん、ビールの女王と呼ばれるまでになりました、うん、って。お父さん、いろいろごめんなさいって。待ったやーって。この純ちゃんもビール上宮でよ。やでもすごいね、い止まらんかったのや。はぁ、あとも一緒なのすごいよ。これ学校に大きいのを持って行ったってこと。これはい、ジャイアントビールとあるか、僕はシャツ3リッターとか、こんなそう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 、5リッターでかい樽みたいな。3リッター、2リッターか、うん、2リッター缶か3リッター缶があったでかいんだよね、とにかく、ね、あ、優しさあったんや。あった2リットルあったよ、なんか札幌か、ここに持っていかないでしょ、あれ。したら先生に見つかって、見つかるでしょ、定額。あ、このビール先生が落ちこったりや、飲んだりや、先生が。いや、先生いいばさ。あれ、あれ、学校に持って行って、放課後飲むつもりだったのかや。だから書いたの、放課後飲むつもりだったけど。だから、一人じゃないや、他にもいるんだよ。そう。みんなで飲もうしてから、うん、結局、飲む前に先生の胃袋の中に入ってやった。あ、そうそう。はい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 。職員室の冷蔵庫入ってたんですか。入ってて、多分夜先生が宴会さ、生徒から募集したからっつって。やだー、うん、イエーイ。職員室ちょっと先生だけずるいな。先生だけずるな。先生と警察の人は先のママに出るよや。好きでよデイジ。あ、もう見ほどではないから。あらあらあら。俺足まで飲まんしが。は？いつも意識のなくして俺女性の看護師も飲んでるよ。女性の看護師も結構飲んでる。そうなんですか。すごいって。やっとあんこと職業はストレスたまるからあるじゃないか。うんうん、そう、ストレスたまるところほど飲むさ。うん、俺はもう毎日だった引っ越し屋に行った時。うん。なんか名前やメールチの動作にや。あ、だいぶ量はもう、うん、あれ4分の1ぐらいまでしてるよ。うん、引っ越し屋にいる時より。晩酌、本当の晩酌程度まで落ちた。すごいね。はあ、今はよ。今はね。先生飲むか。うん、僕飲まないんすよ、全然。全然飲まん、はい、一滴も飲まん。そうっすね。ああ、じゃあ今日飲む。ええって。マジっすか。もし居酒屋とか行くさ、はい、
お茶ばっかり飲んでるっけ。そうですね、カルピスとかもし、自分なんか一緒に飲みに行くさ、はい、だん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 酔っ払っていく姿があるさや。あ、はいはいはい、これ見ておかしくないか、なんか面白いっす、面白いっす、はい、本人のは特別だからね。マジですか。あっちこっち緩くなってくる。ああ、見たいっす。緩くなって、ね、態度も緩くなって、うん、はい、触り間になるし、はい、ハグ間になるし、はい、そのうちあの、うん、顔押し付けてくるし、ねえねえに。ねえねえ、これは愛嬌さ。やりたい放題。やりたい放題。いい、うん、9月じゃ楽しみです。で、うん、ある程度来たら寝る。うん、勝手に寝る。うん、で、あと始末は自分たち。イエーイ、はい、たまにミーも出すよ。やだ、ちょっとミーはダメて。マジですか。プーまでにしといて、うん、プー出すつもりがミーが出るわけ。やめてもう。ダメでしょ、そんな。緩んでるな、アキサミは。緩んでるな、アキサミは。ですまない。はいはいはい、次、はい、はいはい、メールいっちゃうよ、うん、来てるよ。パパごめんって、アキサミは、はい、おいっすって、はい、ガラスの向こうからひふみさんだぞ、ごっくんちょって、はい、ごっくんちょ、はい、してパパ小3の時にパーパーが鉢植えのガジュマルと交換したトライアル用のバイク、アイドリング中にタッケーらしてごめんなさい。いや、仮面ライダーみたいでかっこよかったからアイドリング中にまたがってアクセルブイーンブイーンってやるだけのつもりだった。ヤシが左から降りようとしたら何かの拍子にギア踏んで1位に入ったんだはずよ。急に走り出して庭の壁登り寄って、さすがトライアル爆笑って。ね、トライアルバイク軽いからね、うん、あれ50キロもないわけよ。トライアルやってた音、うん、分かる。盆栽で、うん、その盆栽をも全部踏み潰して上がっていったと、うん、やっぱり大丈夫、鉢植えのガジュマルは交換した後だから無事だった。ガジュマルは無事に、ガジュマルだけ無事で、うん、他のその上の、うん、それ以外のやつは全滅。チューバラなブイーンってブイーンブイーンブイーンって想像つくな。、ね、はい、じゃあすごいや、ひふみやりけも、はいはいはい、ひとみこちゃんからも来てますね。はい、ひとみこちゃん、はい、はい、絶賛フリムーン中の、うん、フリムーンラジオの皆さん、はい、フリムーンフリークなリスナーさん、うん、こんばんぽ。はい、こんばんぽ。はい、フリスクが手放せないモアイ大好きひとみこちゃんです。はい、ひとみこちゃん、はい、あ、やっぱりミンティアの時もありますね。わかる。はい、はい、本日のテーマね、1、よく4個よりのシュークリームを食べるとき、私が3個食べ、残りの1個はお母さんにあげてばかりでごめんなさい。寂しい。お父さんのムチムティな、残念。2、お父さんの大事にしてた盆栽のマッコウの葉っぱを、うん、マッコウわかるよね。わかるよ、小さい葉っぱ。そう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 、隠れて縄跳びで、あ、バシンバシンって音が出し、小学時代定時木剥がなかちゃんば。で枝の形を整えるために巻いていたワイヤーもひん曲げ。あいやいや。もう、あ、その後読めません、ごめんなさい。すごいオブジェになったって。え、で、3、ねえねえが松山でバイトしてた時、うん、私も一緒にカクテル飲んでイエーイしてごめんなさいって、うん、これは許せるね、うん、まあまあ、これは大丈夫じゃないか。でも安心してください、私は今、うん、良識を持って生きています、うん、ただ振り分なだけです。それ一番謝ろう。そこ一番謝ろう、父さん。アランドはひとみこちゃん、うん、そこ一番謝って。振り分でごめんなさいって。一番は振り分でごめんなさいだよ。振り分でいいんだよ。、うん、はいはいはい、あ、うん、まだいっぱい来てるよね。いっぱい来てる。これあの音声、あ、音声、うん、これ BGM にしながら、うん、一日いきましょうか。はいはい、じゃあできるか、ん、今ちょっと用意します。とはい、うん、はいはい、ちょっと、うん、なんかいつあります、先に読んでてもいいよ。これシンプルな、西野カナの彼氏やいびん、あ、はい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 、お父さんごめんなさい、うん、自分の写真って。これどの写真よ、超そっくり、親子だね、やっぱり。今日のテーマ、お父さんごめんなさい。あ、あ、反則と反省。どうする、普通に流す、歌声つくやびた、うん、普通流す、うちみせびり。あ、これちょっと聞きましょうか、うん、サバチャーさんからのメールです。ボ
イスメールです。遠く海に出かけたよ、忘られぬ元の妻、カラジアティンネランティン、生きられる天に祈り願い込め、カツラ探して歩く、似合うものも似合わないものも人それぞれだけど、パン着ているかな、ワンの道具開きているかな、家主ちゃんの夫婦、眠れぬ夜はふるさとの南極二号です。富山も吉松さん僕に送る歌ありがとうございますはい、はい、で絶対ワンに当てはまる歌やつさ、これ全部よ初っ端からそうじゃんあとさ、すいません、ゲスト迎えてるのに告知忘れてた、ごめんなさい空き地部よ今急ぎで修正お願いしていいですか。あ、はい、イエーイ。ですね、私シンガーソングライター春水ですが、これですね、ありがとうございます。こちらです、こちらです、皆さん見えますか、ありがとうございます。7月9日モッツワンマンライブで、私あ、間違えた、モッツライブハウスモッツさんでですね、ワンマンライブやりまーす。そう、もう年一でね、今沖縄でやらせていただいてて、去年よりも倍のキャパがあるんですね。そんだけでお客さんが入るので、もう皆さん お友達を誘い合わせの上、遊びにぜひ来てください。詳細は春水で検索していただけたらいろいろ情報出てきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、パチパチありがとうございますじゃあ一曲、最近皆さんこう協力していただいたクラウドファウンティングのおかげでですね、クラウドファウンディングのおかげで、ニューアルバムがもうすぐ完成します。そのアルバムのリード曲になっている曲を一曲お届けしたいと思います。リスナーのみんなだったり、ファンのみんな、家族、仲間、僕を支えてくれるみんなに向けて、エールを送ります。聴いてください、春風。なくなっていた夢の神隠し、当たり前に社会人、気づけば大人、いい年恋って何見てる、夢見てんだよ。12歳であいつが死んで、19の事故で危なかった。明日のことなんてわかんないから、精一杯今に生きたい。春風駅必ずたどり着ける、強く信じているから、のんびり行きましょう。緑
社会に跳ねのけられそれでも進むお前の背中見てるようだから俺も前向けな支えられているんだ負けるなお前に届け自分言い聞かせて難しいような生きるってこと命絶つことは簡単だ幸せになる保証はないけどお前の足元照らすよ遥か先冬めくり今年がまた始まる生きるわからない。それでも行きましょう。緑光、花咲き冬を越えて、笑いで必ずまた会おうな。どんなに笑うはしよう。春風秋冬めくり必ずたどり着ける強く信じているからのんびり行きましょう緑光花咲き冬を越えて笑いで必ずまた終わるどんなに笑うもしよう、yeah、ララ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 ラかんないこの命燃やして踊るだけあいつの分まで生きようありがとうございますおやすさありがとうございますどうなるねやっぱり生で聞いてたよすごいねもう連絡やすさ、うん、この一言一言よ嬉しいです響く響くねすごいねツイキャス最高、うん、51まで上がりましたイエーイ瞬間で今49で落ち着いてます、うん、すごいやつわすごいねいいね、うん、だこのままの流れのまま、うん、もみいつもの呼び出しお願いしていいかな今日シーソー来てるからいいんじゃないか、うん、俺が怒られる新生から呼んでもらおう新生から新生から呼んで、うん、新生から呼んで、うん、お願いしますじゃ呼んでみてください名古屋名古屋の皆さん元気ですか本当にね、いい歌だね。いい歌なのに。噛んじゃったよ。週3回なんですよ。週3回や。皆さん、本当よね、申し遅れてました、うん。ダンサーズでございます。はい、今、すごいいい歌歌った人が、週3回ですよ。掘り下げないであげて、そこは。最近なんかね、あのこの、このギャ、いや、増えてきてるんですよ。やめてやめてなんか増えてきてるんですちょ、コロ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 すいませんあー、このね、ギャップにね、うん、酔いしれた、うん、酔いギャップに酔いしれるありがとうございますあ、しゅんすいさん、どうもご無沙汰しておりますご無沙汰してますもういつもありがとうございますマジでお世話になってますありがとうございます先日はあのセントリアでお会いして、はい、お会いして、もうそのままお家まで送っていただいたんですよ、ええ、
岐阜までな。はい、1時間半かけて。マジっす。本当にダンサーさん、本当マジでありがとうございます。元気だな。もう感謝します。大丈夫ですよ。ありがとうございます。超元気だな。周水さん、周水さんとコーヒーを飲んでたんですよ。そうですね、空港で。セントレアで、はい。うん。空港で、そのコーヒーを飲んでる手を見てたとき、これで週3回してるんだっていうふうに思った。あ、ダンサーさん、そっちなんすか。そっちの、あれなんですか、そっちの。ただ、もう手を見て週3回と思っただけで、何で週3回っていうわけじゃないですか。あ、そういうことですね。あ、なるほど、なるほど。そういうことですね。はい、あ、そこはね。ご想像にお任せするということで。今日ダンサーズやばい。なんかあったのかね。や。いや、もうね、もう僕ね、あれ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 、なんかおかしいよ、今日。どうした、どうした。ということで、こういうね、話が得意なものに今関わります。はい。いや、今、このタイミングですか、私。まさかの、まさかの、あれ、まさかの、みそな、あれ、今日はですね、あ、こんばんは。今日はですね、朝からですね、通勤のバスがですね、まさかの電信柱にぶつかるっていう、はい、大変なことですね。事故で、そうなんです。運転手さん、あの単独事故でですね、電信柱に当たるっていうびっくりした事件が起きまして、今日なんか朝から調子がね、我が家調子が悪い。マジですか。それはそうなるわ。それはそういうことですね。というわけで、なんだか私のこの朝の悲劇がどうやらダンサーズに滑り落ちてしまったようです。滑り込んだわけですね。あ、すいません。そして、うんうん、いいよいいよ、はい。あ、春水さん、はい、ご無沙汰しております。水野さん、お久しぶりです。ご無沙汰します。プロジェクトの成功おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様で、ありがとうございます。よかったですね。これでなんかアルバムの発表が楽しみです。はい、もう楽しみにしててください。もうマジでいいものができてるので、本当に楽しみにしててください。ちょっと今、そして生歌聞きましたけど、はい、かっこいいですね、ファルセットのあの部分。あ、ありがとうございます。感動しました。あ、嬉しいです。ありがとうございます。いやー、本当に。なんか、ただ、その、いい生歌だったんですけど、ちょっと何分か前になんか、新しいね、週三姉さんっていうキャラクターが来て、ちょっと、私も、なんか、いつかですね、はやばる姉さんとね、対決、対決じゃないですね。僕もちょっと、ね、僕もじゃないです、ね、対談できたらなと。僕も、ね、僕もじゃなくて、僕も楽しみです、その対談がね。見るのが楽しみ。僕もって、あ、違うんですよ。春水さんが、ちょっと、はい、いない間になんか、ね、そういう姉さんがいらっしゃったみたいなんですけどね。僕もちょっとギャラリーで見てました。はい、ああ、そうですね。すごい人だな。ちょっと不思議なギャラリーで。ね、はい。ね、新しいキャラクターがちょっと来て、まあ、春水さんもだんだん準レギュラーになりつつありますね。ありがとうございます。もう嬉しい限りです、本当に。ありがとうございます。はい。ではですね、まあ、名古屋にも、ちょっとこのスペシャルキャラクターがいるんで、変わりましょうかね。ファンも多いので、どうぞ。こんばんは。あ、出ましたね。出ました。出ましたよ。春水さんね、はいはい、今日もレフトハンド、ライトハンド、お元気でしょうか。ああ、もう元気です。今日も早いね。早いっすね。今日早いよ。滑り落ち、今日早いっすね、なんか。本当に早いね。今日はね、ダンサーズがね、はい、しょっぱなに決めてもらいましたんで。決めてましたね。完全に。滑らなくてもいいのかなって。はい。ものすごい殴られてますけど、うん、大丈夫ですか。そう、結構ね、これもね、心に響くんですよね。そうなんですね。心に響くんですね。ね、で今日のね、テーマに沿いながらですね、はいはい、春水さんにも共感していただけるね、ちょっとね、はい、言葉をかけたいと思いますので。あ、ありがとうございます。ちょっとね、一言言いますね。はい。お父さんごめんなさい。僕の息子はフリーじゃん。まずいっすね。まずいいい感じですよね。あ、すいません。あと1回ベル鳴ったら強制終了になりますんで。やばいっすよ。今日ベル多いな。リーチかかってます、リーチかかってます。ベル多いよ。しかも、最近、名古屋じゃなくて、宜野湾のスタジオの方からベル早いですよね。やばいよ。結構早いよね。今日は宜野湾と。これはもうね、
名古屋が俊水さんにね、共感していただいて、あとおいでまた行っていただきたいと思いますね。そのフリーダムをね。俊水さんのフリーダムが聞いてみたい。殴られてるから。マジですか。あ、僕チン鳴らしていいですかね。いやいや。あ、2名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 、決めてここは。あのね、結構チーンってね、なるとね、はい、ベルボーイみたいで、ほんで、はい、いらっしゃいって言って、出てきそうなんですよ、僕ね。そこ引っ込んでください、すいません。もうボコボコじゃないですか。すごい、すごいや、名古屋よ。爆弾も投下されるしね。爆弾だよ、もう。隔離政策がね、僕のね、隔離政策がね、どんどん進んでるんですよね。すごい。いろんなところにね、飛ばされそうでね、怖くてしょうがないもん。これ、イアンとかもある。あ、でも、そういう…体験おぉ、体験これ、あの人聞こえないの楽しいな。昨日の、なんかラジオ、俊水さんが、ちょっとタイミングを逃したラジオの方の声が。体験わぁ。これ、いいの？いいの使って。あ、大丈夫です。これね、サッピーさんの許可いただいておりますのでね、大丈夫ですよ。あ、これサッピーのか。サッピーの声ですね。すごいな。すごい。皆さん、もうそろそろ名古屋終わりになります。はい。はい、また来週。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。中え名古屋と名古屋沖縄逆になってるや。ごめんなさい、もう勝手に落としました。強制終了で。な名古屋はフリーもなっても大変さもこの番組よ。元からじゃない。なんか変な文字が出てきた時からなんかちょっと外れかかってきてるね。ネジがね、5本ぐらい。はいはい、じゃあメール行こう。はい、来てるか。はいはい、メール、うん、あ、来てるよ。あ、とうとう、はい。ね、あ、これがいいかな。はい、フリムーンのメンバーの皆さん、俊水くん、パギぬか、はい、こんばんは。はい、こんばんは。つよぽんですよって。はい、本物。はいはい、本物、本物。はい、今日のテーマはお父さんごめんですよね。うん、昔、親父のゴルフクラブで遊んでたら折れました。あ、愚装の親父、ごめんや、じゃあねって。ゴルフクラブに折れるのか。折れるよ。あ、そうな。うん、あれ、フルスイン、プロなんかよく壁際にあるときにフルスイングして、打って反射させて出すとき、壁打ちして逆に出すとき、あのときに大体バキッと折れる確率が、根元から。はあ、ある。強いものに当てたら、ヘッドの方当てたら、根元の方からシャフトポキッと折れてしまう。あれ一応 鉄とかカーボンとかだからね。折れるんだ。折れる折れる。ああ見えて折れます。でもゴルフクラブっていい値段するよね。するよ。一本うん十万とかね。すごいいいのはね。それを折っちゃったんだ。多分昔のだから、そこまで。でもそれでも昔のだ高いよね。昔は高いよね。多分大体安いっても10万クラスでしょ、セットで。一本多分1、2万はするね。どんなに安くてもね。生きてる時に謝ったらよかったのにね。だからや。はいはい。多分謝れんかったはずよ。はいはいはい。久しぶりの来てますよ。はい。はい。皆さん、はい、たいたい。お久しぶりです。かわいいかわいい。兵庫に嫁いだうちなんちょです。ただいま、一人勤務中。ラジオ聞けない。テーマわからない。なんで投稿したかって？死にかけですが、生きてますよと。生存報告です。笑って。もう全然生存報告歓迎です。十分ありがとうございます。あ、ちゃんと生きてたんだね。うん、よかったね。なんかもう無事だった。これストーカー大丈夫やったかや。あ、大丈夫。モーミーの写真、待ち受けにしておけば魔受けになるよって誰かが教えてあるはず。さっきの強ぽん謝ったわって書いてる。あ、よかったよかった。あ、謝ったね。上等では。はい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 。はい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 。で、さっきの俊水のアルバムなの。アルバムはもうそのワンマンの時にはもう購入できるわけ。あ、できます。できる。はい、できます。ちなみにお値段は？えっと
決まってません。あ、そうなんだ。何曲か何曲入ってる。じゃあ、直で。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 その月の、春水の気分で。そうね、気分の上げ高でね。怖い。怖い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 。なんか無料になるかもしれない。あ、本当？今日決まってるから。上げまくって、無料にする。うん。何曲入ってるわけ？11曲入ってる。おー！はい、フルアルバムです。これはお高くなりそうな予感がするわ。いやいやいや。なるべく安くします。ね。すごいね。で、本当にチケット購入したい人ってたくさんいると思うんだけど、これはFacebook で春水さんを探したい方がいいのか、ただ単に普通に検索、春水で検索したらいいのか。春水で検索してもらったら、ファンサイト、あと Facebook、Twitter、Instagram、いろいろ出てくるので、そこからメッセージいただくか、ライブハウスモッツさんを調べていただいて、そこに7月9日春水のライブのチケット1枚予約お願いしますということで、お電話していただければ予約は完了しますので、どちらでも大丈夫です、はい。ちなみにチケットのお値段は、ワンドリンクは別でかかるんですけど2000円です、前売り2000円で、はい。今回のライブはですね、ゲストが2組と、あとさらにバンドメンバーを従えて、はい、で感動あり、そして笑いも結構今年は力を入れてるので、みんなを沸かして感動させて、なるほどっていう感じで、はい、もうめっちゃ楽しい。大丈夫歌手じゃなくてアーティストじゃなくて芸人としても歩んでいくと。なるほど。その一歩と二足のわらじ。すごいな。だからお笑いもできるんだったら上等さん。そうそうなんですよ、はい、楽しんでやっていきたいと思ってます。はいはいはい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ちょっと改めて日にちと場所と時間と、ありがとうございます。チャタンのライブハウスモツさんで、アメリカンデポ内にあるライブハウスモツさんで、7月9日日曜日、19時半スタートですね。僕が出るのは多分8時ぐらいになると思うんですけど、はい、7月9日です、7月9日日曜日、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はいはいはい、だそうです、はい、モミー、うん、日曜日ってよ、日曜日お願いします。皆さん遊びに来てください。行ける人はぜひ行きましょう。はい、お願いします。あとサバチャーから、春水さん宛てにコラボしようって、はい、いつかぜひお願いします。サバチャーが、はい、うお、いいね。で、変な太鼓、何だったか、カホンだったっけ。カホンカホン、もう変なおじさんも、オラもって、あ、本当だ。お願いします。じゃあ3人でコラボ予定ということで、いつかお願いします。いいんじゃないですか。楽しみにしてます。本当だね。嬉しい。はいはいはい、上のビアが出てや。いや、ダメよ、酔っ払いしか聞いてない、ダメ。あ、もみ一緒か、もつ行ってもよ、すでによ、出来上がってる状態からライブスタートするから大変なわけよ。あ、盛り上がるよ。お願いします。車に、人、車運転して自分もう出来上がりだしてるからね。隣で飲んでから、デージの。すごいね。俺も飲みたいけどや、とふとふとして。あ、ところで、ごめん、切っていい？アランド、だ少しいか、もう30秒でいいよ。10秒で。岩手の人から、ホーデナスさんがよ、ステッカーか何かプレゼント欲しいなって、あちこちから来るわけよ、うん、どうなってるかこれ。ね、一応今月中で一応、うん、ステッカー何枚か作ってですね、うん、週1か、まあ、月2回ぐらいかでちょっとプレゼント発送しようかなと思うので、少しずつ、もういっぱい忘れないからさ、手作りだから。OKOK ということでお願いします。はいはい、お願いください。 D か、はい、今聞いた。で、はい、はい、来週のテーマ、テーマ、はい、はい、どうぞ。はい、来週は真面目にいっちゃうよ。慰霊の日。真面目真面目だね。たまには年に1回は真面目な日を設けようということで、この日しかない。じゃあ来週自分もちょっと一曲、うん、去年できなかったんでちょっとやります、三振で、うん、お、はい、面白い歌じゃないよ、慰霊の日に合わせた歌だから、うん、ちょっと重いんだけど、うん、聞いてほしいなというのがあるんで、ね、ちょっとやります。そうそう、皆さんもいろいろ考えてね、はいはいはい、重たいメッセージも軽いメッセージも OK ですよ。羽つけて軽いメッセージどんどん送ってください。重い言葉はモーミーが喋るから珍しく。来週はね、来週は真面目にやるよね、真面目に、はい、ということで、はい、はい、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はいはい、それじゃあ今日も終わろう。終わり1分切ったよ、うん、はいはい、MC ボーミー、はい、OIT、 はい、ミキサーのエコザイル、そして春水でした、ありがとうございました。はいはいはい、7月9日よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん遊びに来てください。はい、モッツですよ、モッツ、はい、モッツです。CD もあるよ、来てね、はい、ありがとうございます、はい、今回は。じゃあ
今日は俊水さんのラブトゥーユトゥーあラブユートゥーだった、はい、でお別れしましょう。はい、ありがとうございます。思い出してみてよ今の二人見せてあげたいね。付き合った頃より増えた君のシワも愛おしくてずっと見てたよね。